本武道といいますと柔道、剣道、合気道といろんな種類があるんですけれども、最近は若干そのサッカーに押され気味で武道を習う人は減少しているということですね、はい、こうした状況を憂いて静岡市の男性がこのほど日本武道に勝つと題した本を自費出版しました。望月記者が取材しました。武道はね、武道人口はうんと減ったんですよ。私のところも大勢来とったんだけど、今ではね、だいたい日本人があんまり来なくなってます。この人は静岡市の国際武道養成館の館長、望月実さん88歳。武道歴65年を数えます。これまでに柔道、合気道、空手道など合わせて60段以上も持っています。また国内外合わせて1万人以上の弟子を持っており、今や国際的な武道家としても名前を知られています。この望月館長はサッカー人気などに押され、習う人が減少している日本武道に活を入れようと、このほど一冊の本を出版しました。この中では江戸時代に始まった日本武道が礼に始まり礼に終わると礼儀を重視していること、また厳しい稽古の中では単に肉体を鍛えるだけでなく精神面を鍛える上で日本人にとって重要な役割を果たしたことなどが強調されています。また武道の中でも柔道などはオリンピック競技になってから今日までに細かいルールに規制され、いくつかの技が危険技ということで禁止されるなど、結局は先人が工夫して作り出した技が廃れてきていることも心配しています。勝ったり負けたり面白くてやってるようなそんなものを柔道はいけないと、可能性が言ったように、本当の、武道の精神に戻れということを私はしきりにやってるわけですね、望月館長が言う本来の武道、その礼儀や精神面の重要性を必死で理解しようとしている人たちがいます。この道場ではご覧の通り外国人の占める割合が非常に高いのです。日本人が忘れかけている礼儀や精神面に外国人が興味と価値を見出しているのでしょうか。だんだんいろんなことを覚えるとだんだん先は遠いことを感じますんだけど、あの練習は楽しい、それから勉強は面白いですから、やめられないですね。うん、自分の文化見比べると、礼儀の方はやはり日本人は礼儀の方正しいですから、それ武道の中に自然に教えられるんですから、そうですね、自分の国に取り入れれば役に立つことであると思いますから、カナダやイタリアなど世界各国から毎年多くの人たちが日本の武道を習いに訪れます。こうして世界でも注目されている武道の伝統を私たち日本人も大切にしていく必要があるのではないでしょうか。はい、少し気合が入りました。